どうもこんにちは、 AK ヒットと申します。漫画紹介を始めていきたいと思います。今回紹介する作品はインハンドです。インハンドの著者は赤と青さん、講談社から出版されています。2019年2月に新装版が発売されました。2019年4月からはヤマピーこと山下智久さん主演でドラマ化されました。他には濱田岳さんや七尾さんが出ておられます。金曜夜10時から放送です。題名の変遷、もともとはネメシスの杖というタイトルで2013年に出版されたものを、ドラマ化に合わせてインハンドの前日譚プロローグとして分かりやすく表記し直した形です。ネメシスの杖は月刊アフタヌーンに掲載されていましたが、インハンドというタイトルにしてからはイブニングに移動しています。イブニング移籍後にはインハンドのタイトルで1巻が2019年の3月に出ています。ドラマ化直前に合わせてきたんですね。インハンドプロローグは全2巻で、1巻に1エピソード、2巻に3つのエピソードが収録されています。キーワードはバイオテロ、生物学、寄生虫です。あらすじ、主人公は寄生虫の専門家ヒモクラ。彼は過去に何らかの事件により右手を失い、現在は義手をつけて生活しています。右手を失うまでは FBI に協力するなど精力的な活動をしていたものの、今では義手を人前にさらすのが恥ずかしいために箱根の植物園で隠遁生活を送っています。厚労省の患者安全委員会で働く朝とレイ、彼女の仕事は医療事故の原因を探り対策を立てることです。彼女はある病院で起きた医療事故を調査する中で、その原因はシャーガス病という伝染病ではないかという疑念を抱きます。シャーガス病はトリパノソーマという原虫が引き起こします。粘膜から体内に潜り込んだトリパノソーマは血中を泳いで心筋や消化器にたどり着きます。そこで十数年かけて臓器を蝕み、心肥大や巨大結腸を引き起こします。慢性期に入ってしまうと有効な治療法はありません。事故の聞き取り調査には病院の医師たちはもちろん、遺族たちも非協力的で、ついに厚労省の上層部からも隠蔽の指示が降りてきました。正義感と理想に燃える彼女は納得がいかず、専門家であるヒモクラに会いに行き協力を要請します。最初は調査協力を渋っていたヒモクラも寄生虫への好奇心が抑えられず、引きこもり生活に別れを告げました。調査を進めていくうちに、どうやらある企業が販売したジュースによる16年前の食害事件が関係していることが分かりました。そのジュースには厚労省が特保、つまり特定保健用食品の認定を出していました。にもかかわらずジュースを飲んだ人たちの中にはシャーガス病に罹患して死亡した者もいました。これは企業にとっても厚労省にとっても責任問題となる恥でしかない事例なので、うやむやのうちに隠蔽されました。そしてシャーガス病感染によって悩み苦しみ自殺した娘を持つ男は、当時の関係者たちに罰を下すべくバイオテロ、つまりトリパノソーマをばらまくことを決行したのです。ヒモクラとアサトは男を止めるために動き出しました。システムか良心か、食害事件の原因はそのジュースに関わった人たち、つまり企業、研究者、官僚、テレビのディレクターの誰もが良心を発揮しなかったことです。そのうち一人でも真面目に仕事、つまり健康効果の検証をしていれば、こんなことにはならなかったと怒るテロの犯人に対して、アサトはこう言います。確かにあいつらには過失や違反や怠慢がありました。でも私は彼らが特別に悪い人間だとは思いません。どんな企業も自社製品の悪い部分は宣伝しません。研究者は研究費や社会的地位のためにちょっとしたリップサービスをします。過酷なテレビ制作の現場では検証が不十分の番組を流します。どれもよくあることです。彼らを全員罰するべきだとお考えですか？人間は弱く愚かです。ですからそれを前提としたシステムを作るべきなんです。人間の本質的な愚かさに罰を与えても悲劇は防げません。これを受けて犯人はこう言います。なるほど、システムで解決か。あんたは人間を信じていない。私はどんな人間でも良心があると思っているよ。言葉だけ聞いていれば犯人の方が善人のような感じもしてきますね。アサトの方は人間が信用できないからミスを犯さないようなシステムを構築すべきだという考えで動いています。それが正しいやり方なんだと信じて。
しかし犯人との会話で気づくわけです。どんなに正しい理論でも心がついてこなければ意味がないことに。確かに人がミスをしないような仕組み作りは重要ですが、人間に期待しなくなったら社会は終わる気がします。では事故が起きてしまった時、被害者はどこに怒りをぶつければいいのでしょうか。難しい問題です。アフタヌーンらしい骨太のバイオミステリーでした。感染症や生物学に興味がある方には特におすすめです。インハンド、ぜひ読んでみてください。はい、ここまで見てくださってありがとうございます。よかったらチャンネル登録お願いします。ブログも書いてます。ブログ名は紙の本も読みなよです。この YouTube チャンネルと同じ名前です。ブログの方も参考にしていただければ幸いです。ではまた次の動画でお会いしましょう。ご清聴ありがとうございました。